はい、続きからです。で、リトラ…あ、4階からだね。ここの辺は取ったから、こっち見て、多分こっちからじゃ開かないと思うんだけど、一応ね、確認として。で、この辺もなんかあったら取りたいし。ないね。もう一回目をかいくぐっていこうよ。よし。なんだろうね、ギミックになるとあんまり怖くなくなるよね。よし。多分この辺とかも何もなかったよね。ん？いける？あの子呼ばれないと来ないのかな。そこ行けるね。行ける？ここ、とりあえずここまで進んで、なんか見られてる気もするけど。よし、そっち行ったから、見えない。この辺か、この辺にいて微妙だな。あ、やべ。あ、これあれだ、回数あんのかな。多分ダメ。カットします。よし、とりあえずね、抜けてここまで来ました。あれだね、いないんだね、一応。あ、あった、カード。じゃあこれ借りていくよ。他の建物に行くための電子ドアロックを解除するための、学生の ID カード、カード上にはこう書かれている。カンナーヤオ大学チェリーアナンパストソン。カタカナもこうね、連なるとちょっと読みづらいね。あ、ここからこう見えてたってことか。あれ？いけるんだ、ここ。あ、ここか。あ、ショートカットできるよってこと？ありがたいね。あいつちょっと、本当に偶然抜けられた感じだったから。あいつ足ないんだね。あ、やっべ、バレた。うわ、あ、多分次やられたらアウトだな。今普通に走れないもん。あ、走れた。早く早く早く。2階に行って、あれだね、書き換えて3階かな。鍵がどっかにあるんだよね。それが2階にね、ん？ 2 階にね、じゃない、3階か、3階のドアみたいな開く鍵があると思うんだけど。あ、違う違う、2階か、2階の向こうの奥だ、向こうの奥に行けるとこがあるから、とりあえず開けとく。あれ？ちょっと待って、なんで？え、なんで開かねえの？
え、なんで？ん？入らなきゃあれか？開かないようになってんのか？もしかして。あれ？いや、ここ入れないと書き換えができないんだけど。いや、トイレとか入れてもな。ここなんだろう、回避ポイントなのかな。あれ？どうしようか。ではまあいろいろ見回ってみる？この回。あ、違うのか。あれか、このカードで一回カードキー使って通れないかどうかっていうのを調べてからじゃないと、あの書き換えができないってことか。フラグ的には多分それが正しいのかな。ちょっと待って、間違えた。多分ね、そうじゃないと、あ、ここが開かない理由がね、ないからね。え、だってもう、あの場所を見つけた限りはさ、限りっていうか、見つけた時点でさ、あ、書き換えなきゃいけないんだなって、こっちとしては思うわけじゃん？でも違うんだね。どこだっけ？ここか。あ、開いた。開いたよ。なんで？え、開くの？あれ？じゃあ何だったの？あのカードのやつ。全を探さないといけない。分かってる分かってる。いや、そんなことより探索だって感じだよ。お化けを呼ぶ説明文。呼んでんの？誰か。迷惑なんだけど。線香は宗教的な式の中に昔からよく使われる。線香に火をつける信念は様々な意味がある。しかし、一本の線香に火をつけると周りの幽霊を近くに呼んでくるので、する人？ん？あれ？触れないぞ。そうだね。なんかあんのかな？ここにこれがあるってことは、来るんだろうな。めっちゃ目があったよ。あって感じだったね、お互いね。もう普通に、あ、どうもみたいな軽いノリでね。なんや、おらへんやないか、みたいな。よいしょ。やっべ。なにこれ、線香だ。あ、ダメ？ちょっと遅かったかな。こっからか。とりあえず見つからないように行けばなんとかなると思うんだ。あいつがどっち向くかな。こっち向いてくるかな。向いてこないか。じゃあ線香をもらっといて。幽霊を呼び寄せるって書いてたんだよ。ん？幽霊を呼び寄せるっていうのはあれでしょ？多分。
こいつを、あ、こいつをおびき寄せてなんかどうこうしようみたいな感じだと思うんだけど、これ見えるかな、目がね普通に見えててね、ちょうど怖いんだよね。線香ね、どう使っていくかなんだよね。あ、やべ、来た。かわいい。これであれか、こっち行けるようになったよって感じか。あいつ超見てんじゃん。あ、普通にあれなんだ、周回してるんだね。何、あいつが見てる時だけかと思ってた。見てる時じゃない、見つかった時だけ来るのかと思ってた。ここか、もう大体分かったからな。大体っていうか、もうなんかRAD みたいな。行ったね、向こう。ちょっと焦りすぎたね。ダメだね。ほら、そこいるもんね。とりあえずこれで。あいつが向こうに行ったのが見れるから、本当に向こうに行くのかどうかは別としてね、ここバーンって開けられたらもう終わりだけどね。気づくんだね、開いたら。もう気づかないと思ってた普通に。これ多分後ろ通ってもバレないでしょ、大丈夫でしょ。でも何にもないんだねここね、ごめんな。なんだろうね、この、これもあれかな、ガキでいいのかな。赤い糸で縛られてるように見えるけど。君はどこへ向かうんだ。これ、めんどくさいな。どこ行けばいいんだ。ここ通れないもんな。向こう行くんだ。なんかあれかな、待機スペースがあるのかな、彼女の。なんもない。これはなんもないね。あ、
久しぶりに見たね、このなんていう格子状っていうのかなの、ロッカー。いるならいると言ってくれ。この辺なんもないのかな。ここにおびき寄せて、あのドアの前から、え、あ、そうか、線香1本使ったからもうないのか。え、どこにあんの。探索しきれてないか。ちょっと待って、ここから見れない。ない、この辺ないか。あれ、向こうにあんの、なんだ、違うのかな。あ、違う、じゃない、あの、わかる、あの向こうにドアね、ドアがあって開いてるじゃん。多分あっこから出るんだよね。出て探しに行くんだと思う。ごめん、ま、あのマウスがちょっとずれた。これ、この辺は大丈夫かな。こことか大丈夫。向こう向いて、向こう向いて、あれ、向いてた。ごめんね、ちょっと早く向こう向いて。よし、オッケー。あ、ダメだ、開かない。あ、余裕余裕、まだ余裕。こっちとかないの、ロッカー。とりあえず入っとかないとね。なんで割れてるやつに入るんだろうね。横に綺麗なのあったのにね。とりあえず帰ったかな。音はするんだよね。でもまあいいや。いた。普通にいた。あ、バレた。もうなんかね、だるまさんが転んだみたいになってるよね。いや、動いたら負けなんだけどさ。一旦切ります。それではご視聴くださいましてありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。